山部敏郎7月31日平成12年2月5日は囲碁の騎士。東京都出身、日本棋院所属、向井和夫門下、九段。本因坊戦、天元戦挑戦者など、準優勝9回を数える。手の見える天才肌の騎士で、本邦、変幻が代名詞。藤沢秀行、梶原武雄と並んで戦後破産場ガラスと呼ばれた。 東京小事町に生まれる。7歳頃に、天初段ほどで五回賞を開いていた父から子を教わる。武田逸子三段に学び、13歳の時に、東山光三男の周三帝の日本棋院、少年研究会に通い、その後、向井門下となる。1941年初段。翌年の春季、秋季のお手合いで、連続三等になって二段昇段。 戦後は大森に住み、1947年に前田信明と共に囲碁新社を結成するが、1949年に日本棋院復帰五段。1950年に日本棋院と関西棋院による東西対抗戦の第一戦に起用され、橋本宇太郎と対戦一手目を天元に打ち、橋本がそれに桂馬がかりすると三手目さらにそれに、 競馬にかけるという破格の序盤戦を見せ、話題になった。1952年の5制限対6段3番号では、1000番で勝利。1954年7段。1956年に最高位挑戦者、決定リーグに参加し、2勝5敗1事後。1957年8段。1959年の本因坊戦、リーグ入りし、5勝2敗の2位。 1963年9段。1965年本因坊戦リーグでは、山部ら4人が4勝2敗で、プレーオフとなり、4人ですることは何でも、山部さんが上手ですよという予想通り、藤沢秀幸、橋本宇太郎を破って2挑戦者となるが、4連覇中の本因坊英樹に0から4で敗れる。この時に感染期で、前田信明は、5の木、ほうがいいことにかけては、 誰よりも彼よりも山部八段をもって東大一とすると評している。1966年のリーグも5勝2敗の2位。1969年に横浜に移る。1973年名人戦リーグで6勝2敗。74年リーグは5勝3敗で連続3位。通算成績は643勝505敗4、事後。 村松昌夫らによる講演会、山桜会が作られていた。1950年の大手愛での星野治との対局は手数が411手となり、記録されている中での最長手数記録となっている。1992年、起動し1から7月号にエッセイ、山部敏郎の五段四段を連載。アマチュアム劇所も人気が高い。代表作の五の魔術シリーズは、 プロの読みの内容を詳述してみせ、難解ではあるが、独創的な基礎となっている。他の騎士についての表にも鋭さを見せた。左辺で切り結んだ後、白は左下隅を動き出したが、黒んから大きく絞る形にして、白、和子を取り込み、黒が面白い形成になった。ありがとうございます。